はい、良い子のみんな、お相撲は親尾町のお兄さん、ヘビリンだよ、チェーというわけでございまして、どうもこんにちは、斉藤ヘビゾウでございます。はい、ヘビゾウのお待ち遠さま、大相撲今日の親尾町始まりました。今日はですね、令和4年大相撲春場所11日目、2022年3月23日水曜日ですね。また7勝の力士いたの？私知らないざますわよ、お客様。いたの？でどうなったの？やってるの？やっぱり親尾町、この八尾町ぶでろ、おちにあがれって、そういうこと言ってはいけません、ざますわよ。今日はお上品に行くざます、お上品にお丁寧にジェントリーに行くざますからね、お耳を拝借いたします。番組スタートいたします。よろしくどうぞ。というわけでございまして、始まるざますわよ。どうもどうも、改めましてこんにちは、斉藤でございます。さあ、今日はですね、もういよいよ11日目ということで、後半戦、終盤戦になります、ざますわね。それでですね、今日は十両で7勝の力士が2人いました。まずちょっと確認しておきましょうね。十両、炎鵬くん7勝3敗に岩崎のお兄さん5勝5敗、炎鵬くんが勝っちゃって8勝3敗、まんま親尾町、親尾町丸出し、おしゃまんべっていう感じでございますわね。はい、どういうことかというとですね、もう炎鵬ちゃんは西武百貨店サントリー、もうこれお茶いな資本の西武百貨店ね、売りに出されてしまった西武百貨店、絡んでいるわよ品中京というわけでございますわね。もうそういうところのお金が入ってくると、岩崎お兄さんも博打の金はお茶いなでってこうなるわけざますわね。二人とも親尾町、このブタ野郎って、そういうことを言うのはやめましょう。はい、というわけでございまして、その次ですね、はい、東龍くん7勝3敗、錦富士くん4勝6敗、東龍くんが勝った8勝3敗で勝ち越しちゃったの親尾町ね、モンゴル五条会、近畿大、この辺がお話し合いをしたざますわね。親尾町、この豚野郎って、そういうこと言うのはおよしざますわよ。なぜかというと、まずモンゴル五条会ね、そして近畿大、これが絡んできますと、この近畿大の世耕理事長、お金出してるざますわね、親尾町というわけでございますが、ここで一回貸しを作っておくと、はい、後日改めてモンゴルから近畿大学に、なんとあの国費留学生というわけのわかんない集団がやってくるざますわね。その辺の配慮も兼ねて、忖度も兼ねた政治的親尾町とこうなるわけざますわね。いいですか、日本だけですよ、あんな国費留学生だなんて言ってね、海外から来る大学の留学生にですよ、入学金はただ、授業料はただ、おまけに毎月生活費に17万円渡してるっていう、このバカ日本政府、よく考えましょうね。僕なんか海外で留学した時ざますわよね、もうあれざますよ、反対にね、授業料高かったざますわよ、その母国の人たちに比べたら。イギリスのオックスフォードも、アメリカのスタンフォードも、どちらもですね、僕はアメリカ人よりも、スタンフォードではアメリカ人の人よりも授業料は高く取られましたし、オックスフォードの時にはイギリス人の人よりも、授業料は多く取られました。で、挙句にですね、やっぱりアジア人ということで、日本人ですからね、アジア人ということで、割を決められるんですね、割合を。これ以上は入れられないという。それが本来のその国の大学の在り方であって、日本の大学みたいに誰でも彼でもウェルカムっていうですね、もう本当に何ざますの、浅草のフランス座のストリッパーみたいな、そういうことやってる場合じゃないざますわよ。国費留学生の親尾町絡み、このインチキ野郎って、そういうこと言ってはダメざますわよ、ね、この辺よく勉強しておくざますわよ皆さんね。はい、そして幕の内じゃないな、幕の内の前にちょっと十両の復習をしておきましょうね。はい、今日は2人いました、2人とも成立 100% バリバリ親尾町、ね、そして2番あって2番とも成立、これも 100% で親尾町、やっぱり十両ひどいのねというふうになっています。もう十両っていうのはもうやっぱりその関取のボーダーラインですからね、ボーダーラインということで、やっぱここは落ちられない、陥落できないということで、もうお金を出しても、100万出しても200万出してもご祝儀で取り返せるから親尾町とこうなるわけざんますし、お部屋の親方もお前たち
親討ちをしてでも守りなさいとこういうふうになるわけざますね。これだからちょっと横になってない、大丈夫、大丈夫かな、これ大丈夫、叩きすぎちゃって曲がっちゃった、大丈夫ですね。はい、そしてですね、幕の内に入りましょう。幕の内は今日はですね、7勝の力士が5人いました。そして、取り組みはですね、あれですね、 5番かなあったんですね、確認しておきましょうね。錦木くん7勝3敗、千代大龍くん4勝6敗、千代大龍くん勝っちゃった、お預け親落ち、こういうわけでございます。はい、栃ノ心くんから7勝3敗、照強くん6勝4敗、栃ノ心くんが勝って8勝3敗、モンゴル五女会親落ち、伊勢ヶ浜部屋も出てきたぞ。ジョージア理事長、将来は暴行区に体育施設作って、だけど今ウロ戦争でそれどころじゃないだろう、帰れるのか、大丈夫か、栃ノ心君、親方もっと殴ってくださいなんてこうやって言ってる場合じゃないざますわよ。まあシンプル親をちょっと、こういうわけでございますざますわね。はい、そして、琴恵光君7勝3敗にお茶漬けちゃんが6勝4敗、お茶漬け勝っちゃったね。長谷にお金出したんでしょ親落ちをね、あ、もう煮込みラーメンもよろしくねというわけでございまして、遠藤くんなかなか容量がよくですね、お金出してもらって親落ち、明日も頑張って勝って勝ち越しちゃったね親落ちと、こうなるわけさますわね。はい、その次ですね、霧馬山くん7勝3敗若元春くん6勝4敗、若元春くん勝って7勝4敗、あらあら、ここでモンゴル絡んでるわね、モンゴルコネクション親王朝とこうなるわけざますわね。はい、霧馬山くんモンゴル人、はい、若元春くんの親方は、はい、嵐尾ちゃんでモンゴル人、つながってるわよ、つながってるわよ、お金がつながってる、今もう日本お金がない、モンゴルの方がお金持っている、お金を出したら買われる、売る、売り買い決まった親王朝とこうなってるわけざますわね。はい、その次ですね、佐渡ヶ嶽三代目息子9勝1敗に、佐藤くんね7勝3敗で勝った方は箱ふぐちゃんが勝って8勝3敗で勝ち越しちゃったね、親落ち角番を脱出よかったね箱ふぐちゃんというわけでございまして、埼玉栄高校山田監督大丈夫ざますの、僕はこんな感じでいいの、だけど監督聞いてください、勝ったのはいいんですけどね、あの佐渡ヶ嶽のあの孫思いっきり僕の顔を張っちゃった、大関の顔を張っていいんですか、失礼しちゃうわ、バイ氷川きよしってこういうふうになってるわけざますけども、もう思わずあんだがもう花道の奥の壁に当たり散らしたハコフグちゃん、ハコフグ食べたら当たって死んじゃった、まあそういうふうにならない方がいいでいいざますけどもね。というわけでございまして、さあ今日は確認、幕の内確認しておきますと、5人いたうち2人で 40%、 5番あったうち2番が成立しましたからこれも 40%、 そしてトータルで見ますと、7人いたうち4人が成立で 57%、 7番あったうち4番が成立でこれも 57% となりました。はい、 57%、 まあ 40% ってところはまあ統計学上2人でやるということで、まあこういうところでしょう。ただ7人いたうち4人で成立したということになりますと 57% と、これもちょっと統計学上高いですね。ですからここは力士同士での親王朝 100% あるということは、これはもう協会ぐるみの親王朝というふうに見てくださいね。いいですか、40% はこれも力士同士、これも力士同士ね、だけど 100% あるということはもう協会ぐるみの親王朝というふうに見てください。おかしいでしょね、というわけでございます。さあその次ですね、はい、明日のお話をしときましょうか。はい、これ見えるかな、これ見えますか。はい、じゃあいきますよ。明日12日目に、7勝の力士ですね、絡んできたわよということでございます。はい、十両です。
大翔鵬くん7勝4敗に熱海富士くん5勝6敗。やっぱり伊勢ヶ浜部屋絡めるのね。本当に審判部、伊勢ヶ浜ちゃん部長だからやりたい放題やってるざますわね。モンゴル勝たせる。この大翔鵬くんってのも、これもね、小悪党なんざますわよ。なかなかの小悪党ってざますね。まあ、なんざますの、一番悪い悪党、重量で一番悪い悪党は川端会長。だけど、同じ部屋でしょ。ね。大翔鵬、大翔丸とか大翔鵬とか同じ置いてかせる部屋。これ小悪党ってね。モンゴル小悪党で、おやおちょっとこうやるわけざますわね。さあ、その次、幕の内に入ります。琴恵光君7勝4敗、千代の国君が4勝7敗、錦木君が7勝4敗に千代翔馬君4勝7敗、霧馬山君7勝4敗に北勝富士君6勝5敗、若元春君7勝4敗に遠藤君7勝4敗、はい、逸ノ城君7勝4敗に阿炎君6勝5敗というわけになっておりまして、重量は7勝が1人、幕内は、7勝のリーチがかかっている人たちは6人いて5番というふうになっています。さあ、確認をしておきますと、琴恵光君、千代の国君、打ち返しの親落ちを、はい、錦木君、千代翔馬君、これも打ち返しの親落ちを、はい、そして霧馬山君と、前頭馬ハゲ野郎、打ち返しかな、はい、こういう感じなんですよね、はい、若元春君と遠藤君、回し打ち、うん、こういう感じでございますね、逸ノ城君と阿炎ちゃん、角界ヘズマちゃんで、これも回し打ちっていうことになってると思います。さあ、そして今噂のあの性欲野郎、性欲野郎のお話をしておきましょうか。さあ、今日もですね、アメリカから、特別な、スペシャルゲストを呼んでいます。はい、チャーリー・マッカーシー君どうぞ。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。親王朝ですよってこうなってるわけざますわね。はい、マッカーシー君、ね、若隆景君は一体どんな利権があってお相撲を取ってるのかな。はい、まずは東洋大利権でしょ。それとね、出身地の福島のね、谷町のあの政治家がね、思いっきり原発利権から持ってるのね。だから原発利権のお金が教会に入ってきて、その教会はお金をもらった以上はやっぱりそのね、谷町のひいきのお相撲さんをね、番付で作ってあげなきゃならないの。ああ、なるほどね。それとね、あの人ね、親方がモンゴル人でしょ。だからね、モンゴル語助会も入ってるしね。だからね、教会はね、大関の台本を作るのよ。面白いわね。あとね、ステロイド疑惑もあるから気をつけてね。あ、そんなこと言っちゃっていいの？大丈夫なの？今日は随分マッカーシー君、おしゃべりが過ぎるわよ。過ぎるざますわよ。大丈夫、大丈夫。僕は殺されないから。あら、また強いわね。それで、どうもありがとうございました。ね、またね。またね。というわけでございましたね。マッカーシー君ありがとうございました。ね、まあそういうわけでございましてですね、いろんな利権が絡んで大関に作られるぞ。大丈夫お客様。これよく見といたらいいですよ。ね、東洋大に原発に行ってね、まあ恐ろしいお相撲ってのは何でもかんでもお上に言い、言うなりのままっていうね、もうやられっぱなしの相撲協会ちゃんっていうわけざますわね。まあこういう形になってます、明日ね。7勝の力士、これどうなってるかちょっとよく確認しておいてくださいね。はい、というわけでございましてですね、まあ今日の何でしょう、まあおさらいといきますとですね、今日はそんなに大きく派手な動きはありませんでした。なぜかというと、まだ11日だから、まあ明日、明5日、特に13日目あたりはやるでしょうね。まあ、昨日もお話ししておきましたけども、12、13、14、この3日間ぐらいかな、バタバタとやりだすのはこいつらが。っていうのは、今日は今ちょっとピックアップしませんけども、もう6勝になって、ラスト2のリーチをかけてるのも出てきてますのでね。そして、まあ大体、最終の着地点、勝ち越した人は8番、9番、負け越した人はまあ6勝9敗。7勝8敗、6勝9敗で負け点1とか負け点3ぐらいでやっておくと、幕の内のお番付の中で上下降ありますね、下降、上昇下降がありますけども、まあ中で残れるのかなと、まあそういうやり方、親落ちというわけでございました。さあ、いかがでございましたでしょうかね。さあ、もう今日はもういいお時間でしょ。
いいお時間だね。はい、というわけでございまして、はい、姉ちゃん見てるか、ね、週末行きますんでちょっと待っててくださいね。まあこういう形でございますわよ。はい、川原さんお元気ですか。花粉症の具合はいかがでしょうか。昨日といい今日といいちょっとね、花粉の舞ってるのが少ないと思いますから少し過ごしやすいかもしれませんね。でも油断なさらずに、目の洗浄や鼻うがい、または喉のガラガラペってね、うがいなんかをするといいと思いますよ。はい、瀬戸内さん、こんにちは。おコメントありがとうございます。いよいよ月末に入ってお仕事ご多忙になるかと思いますが、お体ご自愛なさってくださいませ。はい、愛国さんおコメントありがとうございます。お仕事大変だと伺っております。まあ、体に無理なさらずに、特にこういう気候の激しい気候のね、温暖の激しい時期って体調崩しやすいですからね、お体ご自愛ください。あとですね、松千山親方様お元気ですか。俊明さんお元気ですか。いつもいつもありがとうございます。まあブログの方でですねご指導いただけたらと思っております。まあ本当にね、青山君なんて本当にね、私青山ですけどなんて言いながら本当に大根役者っぷりを発揮してました。まあ今場所もね、思いっきり大根役者っぷりを発揮して最後の最後までドタバタドタバタやりながらですね、でも近くで見たらね、あの人腕こんなんなんですよ。本当に握力だってすごいしね、先生握手しましょうギャって言ったら痛いって言ったんですよ。君なんてことするんだって言うんですよ。もうね、骨が砕けるだろうって言ったんですよ。でそういうこともありましたね。そしてですね、永田様奥様ちょっと元気にしてるんざますの、安心したざますわよ。おコメントありがとうございます。いや冬タイヤ買え、ね、買えないで乗っててよかったざますわね。昨日本当ね、ちょっと雪降ったんざますって、そちらも積雪したんざますの、路面は凍結大丈夫ざますか。都内の方はね、降りは降りましたけど、まあ多少ね日陰のところは積雪しましたけど、道路の方はね地熱がありますからね、路面凍結とまでは若干ちょっと日陰のところはあったけど、まあ一般的なところは大丈夫ざましたわよ。うん、まあそんな形でですね、もう僕はちょっと冬タイヤ持ってませんので、いつもねテールスライドさせながらギャンギャンギャンって滑ってですね遊んでるんざいますけどもね、周りの人がすっごい嫌がるんざいますわね。っていうのはエルドラドって全長が長いんざいますわよ。全長がね5メートルちょっと、5メートル何かしらって、まあ、全長だけで言うとですね、日野の4トンよりも長いんざいますわね。ですから2車線とかで止まったりすると4トンより長いんで、4トントラックよりも長いですから、4トントラックの運転手さんがね、僕の車をずっと上から見てるんざますわ。なんだこいつだって、こんなバカみたいなでかい車乗ってって。でもね、まあ、僕はね、まあ、自由じゃないのって。でね、エルドラドっていうのはね、今の車みたいにスタビライザーとか入ってないんざますわ、足回りに。だからね、はっきり言ってね、この上下のクッションっていうのは、まあ、アメ車特有のふわふわなんですけど、横にぶれるね、横にぶれるのもトラクションがものすごく大きく効くんざますよ。うわんって、俗に言うね、ロールが大きいっていう雑ざますわね。ですからね、エルドラドなんかでね、テールスライドさせてるとね、もう戻りが大きいと、お釣りが大きくってね、なんか胸がむわってうってこういう風に来るざますわね。おえおえってこういう風になるわね。おえおえっていうのはもう土地の神ってこうなってるざますけどもね。それに比べますとね、412なんていうのはね、もう前輪も後輪もどちらもスタビライザー入ってですね、ガチッとしてる車ざますからね、乗りやすいざます。ちなみにね、うちのあれざますわよ、部屋付き親方が乗っているね、マツダのロードスターっていう、あれなんかは本当に足回りしっかりよく作ってる車ざますわよ。本当に今の国産車ってよくできてるざますわね。いや本当にね、たまに借りて乗りますけどもね、あれはいい車だなと思いますざますわよ。もうあれ全部、僕の今も乗ってる車全部売っ払って、ああいう車に乗り換えようかなと思ったりすることも、ままあるざますわね。というわけでございまして、はい、どうなるざますの、まあいろいろあるざますけどもね、お車の状況っていうのはですね、皆さんいろいろお車に乗ってるざますけども、どうぞ安全運転でねお過ごしください。というわけでエンディングに入るのかな。はい、ちょっとね、今ちょっとあれですね、ちょっと形が悪くてごめんなさい、ちょっと失敗しましたざますはね、なかなか難しいざますはよ。でエンディングに入るざますはね、はい、花田勝氏が
やっぱりこれ見てくださいザーマス、これ今日はちょっと幕の内の方はちょっとずらしたザーマスはね、というのはこれも興行上あんまりやってると怒られるザーマスはよ。それと、今ね、昨日も計画停電になったとかならなかったとか言ってますけども、あの時、東日本大震災で、原発がメルトダウンしたって言いますけども、メルトダウンして壊れた原発っていうのはあれアメリカ製の原発だったんザーマスはよ、ね、日本製の原発は一つも壊れなかったんザーマス。中田さん、よくお調べになってみてください。斉藤先生に言ってることたまには合ってるざますわよ。斉藤先生これ昔ぎっちり10年前に調べたんざますからね。その代わり斉藤先生殺されそうになったんざますわよ、原発利権の人たちに。おっかなかったんざますわ、こいつらみんな親おちょ、原発利権の金も流れてきてるぞ、親おちょ。というわけでございまして、はい、それではですね、私がまた殺されなければ明日ですね、大相撲春場所12日目に、また結果でねお会いできたらと思います。はい、それではですね、まだまだ朝晩の気温の寒暖差が激しいです、暖かくしてお過ごしください。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。白鵬ちゃんはもういいですか。花田勝氏がやっぱりお相撲は親おちょ。それでは皆さんごきげんよう。